黄河の流域に生まれた村落は次第に発展して雄と呼ばれる小都市都市国家になりました。これらの多くの雄を支配した現在確認できる最初の国家が殷ですが、伝説ではその前に花王朝があったとされています。殷の都の後からは祭祀に使う大型の青銅器や亀甲、牛骨が出土しています。この亀甲などに占いの結果が記録されました。この殷の西方、黄河の支流である渭水のほとりに起こったのが周でした。この周の都は今日の西安付近にある黄渓です。周の時代にはいわゆる封建制が敷かれましたが、この封建制は西洋や日本のものと違って士族的性格の強いものでした。また農民は正殿法の下で税益を負担していたとも伝えられています。周は建国後600年ほどして三姓や先姓の北部から侵入してきた異民族に追われ、都を楽遊に移しました。これ以後王権は弱まり、覇者と呼ばれる有力諸侯が他の諸侯に命令し天下を治めます。これが約400年近く続く春秋時代ですね。次の戦国時代には諸侯は王と称し、姓などの有力諸侯が対立するようになりました。